日本語をやってて風雪流れ旅をあの傘のね使って練習してるんだけど、今度歌もやってみようかと思ってね、あの演歌をちょっと今勉強してるんですね。で昨日カラオケボックス行って風雪流れ旅2回歌ってにっていう意味で2回どうって言ったんだけど、ダメだって言われてちょっとあの不適されてるんで2回どう飲もうかなっていう強引な。本日は二階堂ご賞味させていただきます。かーうまい。五臓六腑で染み当たる。二階堂五臓六腑で染み当たる。五臓六腑で染み当たる。酒100話でございます。今日はですね、麦焼酎でもう定番中の定番の二階堂をですね、ご紹介させていただきます。まあ、これは日本で初めて原材料も麹も麦 100% で作られた焼酎でございます。二階堂酒造株式会社製造の麦焼酎でございます。この選び抜かれた大麦と麦麹、麦ですね、清らかな水だけで作られた焼酎でございます。70年から80年代、まだ焼酎はウイスキーやワインに比べて格下のお酒として見られていた時代がございます。そんな最中に沸き起こったチューハイブームでチューハイが見直され、ホッピーが立ち飲み屋で定番となった頃 でもですね、まだ焼酎は格下のお酒でございます。それを打破したのが二階堂が世界に解き放ちました本格焼酎。二階堂の焼酎はまず何と言っても飲みやすい。麦茶やウーロン茶で割ってもよし、水割りで割ってもよし、炭酸で割ってもうまい、もちろんロックでも。そんな本格焼酎ブームを世界中に広めた二階堂酒造株式会社様は江戸末期の慶応2年1866年創業です。約150年もの歴史を誇る大分の焼酎蔵になります。二階堂焼酎は明治大正と焼酎作りを続けてまいりましたが、第二次大戦の食糧不足により一時休業を余儀なくされております。それでも焼酎作りの思いは途切れることはなく、1949年製造を再開されまして、1951年にそれまでの米麹による製法から思い切って麦麹による製法と移行しまして、原料も麹も全て麦という麦 100% の焼酎を開発されたのでございます。1974年に蔵の名前を冠して発売したところ、その飲みやすさが全国的な人気を博しまして、麦焼酎ブームの火付け役となりましたね。このように二階堂は戦後生まれの焼酎でございますけども、そのルーツは遠く江戸時代まで遡るのだとかいうことでございます。というのも二階堂は明治に至るまで徳川将軍家に献上品として珍重された美酒浅地酒、ね、浅地酒を現在に受け継いだものと言われているからでございます。二階堂は選び抜かれた麦と良質の天然水を原料に減圧蒸留機で作り上げた本格焼酎、大分麦焼酎と原料を商品名に掲げたのは全国でも初めてのことでございます。その特徴を消費者に分かりやすく示したことも人気を集めた理由かもしれません。二階堂を製造しているのは創業の地に建てられた酒造場でございます。先進的な設備も導入されてございますけども、その製法は後継者にだけですね受け継がれる門外不出の家電ベールに包まれておりますが、その美味しさの理由の一つがその地のですね環境にあることは間違いないでしょう。二階堂製造が蔵を構える大分県日の出町は湧水の豊富な名水の地にして知られてございます。緑豊かな山々と波音も静かな別府湾に抱かれたこの地はですね、焼酎作りに理想的な環境でございます。自然の恵みへの感謝の思いを込めて丁寧に作られているからこそ、二階堂は多くの人々に愛され続けているのでございます。でこれちょっとですね4タイプ分類をさせていただきます。焼酎の香味としてですね、味がシンプル、味が複雑、
香りが高い、香りが低いということで、フレーバータイプ、ライトタイプ、リッチタイプ、キャラクタータイプというふうに4つ分かれますけども、私はですね、ライトタイプでも非常にリッチタイプに近い方、リッチタイプでもややライトタイプに近い、まあ、このライトタイプのゾーンか、このリッチタイプのゾーンですね、どちらか、この辺りに入るんではないかと思います。味がしっかりしてますので。かといって、じゃあ、すっきりしてないかというと、ライトタイプの割と濃いめ、こんなところではないでしょうかね。ここでちょっと先ほどの二階堂を飲ませていただきます。あー、うまい。麦のね、香ばしさがね、口いっぱいに広がります。この香ばしい麦の香り、いいチコと特に違うところっていうのは、この香ばしいで麦の香りがですね、ふわりとですね、このフレーバーがですね、しっかり残るということですね。ここがちょっと違うんですね。公式ページにはですね、ロックとか水割りとかお湯割り、ソーダ割り、いろいろな飲み方を芳醇な香りと味わいをお楽しみくださいと書いてありますね。まずはロック、麦のこの華やかな香りが爽やかに香る。だからまあこの華やか、爽やか、まあ、この辺のしっかり味がついてるんですが、こうリッチタイプでもあるし、ライトタイプでもある、こんな感じですね。お次はですね、この水割りです。まあ、これはですね、先ほどの水割りなんですけど、焼酎を飲み慣れてない方でも、ビギナーの方でもより一層美味しく飲める焼酎だと思います。次はお湯割りですね、お湯割り。これはですね、さらにこの麦の香ばしい香りが増します。ふんわりとした麦の甘みもさらに増して、このお湯割りだと。ね、素材の旨味が引き立ちます。とても美味しいですね。最後にソーダ割りですね。ソーダ割り、これはあの焼酎のソーダ割りなんて邪道なんていう人も思う方もいらっしゃると思いますけども、本格焼酎のメーカーからたくさんのソーダ割りに合うですね焼酎が発売されております。今本格焼酎のソーダ割りが大人気となっているということなんですね。今回は手間がかかるけど美味しいソーダ割りの作り方をお教えいたします。まずグラスに氷を入れてかき混ぜます。そしてグラスを冷やす。お次に氷が溶けてきたら水をグラスから出す。お次に焼酎をゆっくりと注ぎ、かき混ぜてよく冷やす。最後によく冷やしたソーダを注ぎ、マドラーで1回だけかき混ぜる。それから飲んでいただくということですね。いいですか、もう一回言いますよ。まずグラスに水を入れて、かき混ぜます。かき混ぜますね。それからそのグラスを冷やす。次に氷が溶けてきた水をグラスから出す、ね、お次に焼酎をその上からゆっくりついでかき混ぜる。そして冷やす。最後によくその冷やしたソーダを注いでマドラーで1回だけかき混ぜる、ね、こうして飲んでみてください。ものすごいうまいですよ。味付けは塩。素材としても淡白のものや、素材の旨味をシンプルに出しているものが合いそうです。例えばですね、塩焼き、鶏もも、ささみ、つなぎもですね。今回ですね、用意させていただいたのは網焼きの野菜と魚介類ですね。焼き牡蠣ね、広島の多分牡蠣だと思うんですけど、であとはあの貝柱、それから椎茸とかですね、二階堂と魚介のね焼き物、これ最高ですね。これ梅塩になってるの、梅塩。うん、広島の牡蠣焼いたらうまいですね。麦焼酎とね合わせてからもとても美味しいですよ。塩で貝柱を、うまい。ちょっとお酒もね、ちゃんと二階堂もね何でも合うんですけど、このね、あのライトタイプのね合わせる魚介系と、もうこってり系のね脂が乗ったものとも合うというかね。それでは皆さんですね、最後になりましたけども、このチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今後もですね、美味しい日本酒焼酎と美味しいですねおつまみ等を紹介していきますので、どうぞお楽しみいただければと思っております。それから若おかみのチャンネルでございますけども、宮川よしお若おかみのゆるい旅館日記、ぜひこちらもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。どうもありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。よー